はい、どうも、メダットに関する情報をお伝えするメダットニュース、お伝えするのは宇野平とバナナです。よろしくお願いいたします。わー、はい、はい、今日は、はい、今日は以前開催した鬼メダコンテストの続報をお持ちいたしました、うん、はい、続報、そうですね、2019年の夏ですかね、7月の26日ぐらいから8月の末31日ですねまで、はい、はい、開催していたメダロットレスの鬼メダコンテストで、今回グランプリが3作品出たんですけれども、そちらの制作状況の進捗を、はい、お持ちいたしましたので、はい、はい、したいと思います、はい、お願いします。まず画面見ていただいた方がいいんですかね。そうですね。じゃあまずは1作品目、こちらの方ご確認ください。パピリオシュバリエさん、はい、の 3D モデルの方が今上がってきているような状況でございます。かっこいい。かわいいですよね。かわいい、はい。あ、でも本当にね、イラストだとあの正面しかなかったものが前後左右ちゃんと、うん、はい、3D モデルとして出来上がってきているので、はい、まあ、イメージ通りだとありがたいなと思いつつ、はい、はい、こんな感じで完成してきております。はい、はい、続いて2作品目がこちら、シュッポード。おお、ちゃんと忠実に再現されてますね。これ斜めの、はい、斜めのやつねしかなかったのに、すごいすごい、全方向のやつがちゃんと出来上がってきてますね。はい、ですね、はい、楽しみです。はい、続いてドンドリル。はい、ドンドリルになります。はい、こちらでございます。はい、おお、すごいすごいすごい、まんまじゃないですかまんまっすね。イラストのまんまの、はい、忠実に再現してますね。立体感あるとなんか迫力がやっぱ違いますね。面白い。これちゃん、多分ちゃんと手もぐるぐる回ってパンチするようになってるのかな、はい、なってるといいな、なってるといいな、はい、こんな感じでもう出来上がってきてます。なんかいろんな形のバランスがね、結構ちょっと特殊な形だと思ってたんですけども、はい、うんうん、いい感じに、楽しみです。はい、これ動くのがとても楽しみですね、はい、そうですね。多分この後にテクスチャーを乗せて、うんうん、はい、あの見た目を揃えていって、うんうん、実際にアクションをつけていくみたいな形の工程が残ってると思うので、うんうん、はい、グレーモデルですかね。はい、3D のモデルの方が出来上がっているので、そちらの方を皆さんの方にお届けさせていただきました。はい、はい、次続報のお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、あとね、オリメダといえば、といえば11月28日の生放送で軽くお伝えさせていただいたんですけど、あはい、ロボロボ団最強計画みたいなやつが、あー、なんか、はい、なんか来てましたね。はい、なんかね、発動してる模様でして、はい、そこそこに、そこそこに、はい、強いメダロットなるほど作ろうと暗躍している話も聞きますので、はい、はい、ちょっとね、ツイッター上ですかね、これね、ツイッター上らしいですね。はい、ツイッター上で行われている、うん、はい、最強計画なので皆さんツイッターの方も、はい、ご注目いただければと思いますメダロット S の公式ツイッターですね。はい、そうですね、はい、なんか S の公式ツイッターチームが、うん、はい、あわあわしておりました、はい、ますが、はい、ぜひご確認いただければと思います。はい、はい、という感じで今日はオリメダの続報のをお伝えしました。はい、引き続きよろしくお願いします。します。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。お便りも待っています。はい、事前登録、はい、メダロテストの事前登録の方も、はい、引き続きよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。以上です、ロボトルファイト。